絶望は希望に変わります。どうも皆さん、チャオモカです。ということで、今回はマイキーは死亡してしまうのではないのかということについてお話をしていきたいなと思います。まあ、いきなりね、このマイキー死亡してしまうとか言ったら、希望も何もないやんという風になってしまうかもしれないんですけど、実はこのマイキーが一度死亡することによって、この東京リベンジャーズが最後、ハッピーエンドになる可能性っていうのがあるんじゃないのかっていう風に思うんですよね。それこそこれに関しては、マイキーだけの死っていうところではなくて、千住なんですよ。千住に関しても死亡する可能性っていうのが今出てきているわけですよね。っていうので、今回の考察に関しては、今この東京リベンジャーズがね、かなりの絶望展開、鬱展開、になっているっていう状況から、もしマイキーが死んでしまうとか千住が死んでしまうっていう、そういったさらなる絶望があったとしても、実はそれは最後のハッピーエンド、その希望につながる絶望なんじゃないのかっていうところで、そこについて今回は考察していきたいなと思うんですが、まあ、ここに関してはね、いきなりこのマイキーの死とか千住の死とか言っちゃうと、絶望を煽ってしまう状態になってるので、先に結論を言ってしまうと、このマイキーとか千住っていうのが一旦死亡することによって、最後にドラケン、バジ、エマ、マイキー、千住、みんなが笑って過ごせる幸せな未来ができるんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。じゃあそんな未来が一体どうやってできていくのかって考えた時に、今のマイキーってどう考えても誰も止めれないわけですよね。だって今回の232話でね、サウスはあんだけボコってたわけですよ。文字通りの暴君っていう感じのあのサウスがね、あんだけボコボコにされてたわけですよね。顔右半分ぐちゃぐちゃやし、体が動かねえっていう風に言ってたわけですよ。で、なんか右手に関してもね、変な曲がり方しているっていうので、もうサウスはこれ以上戦うことができない状態なんですよね。っていうので、マイキーが動き出す前まではその場で一番強いであろうサウス、そのサウスすら全然歯が立たなかったマイキー、じゃあこのマイキー誰が止めていくのっていう風になってきたら、誰も止めれないわけですよ。で、この黒い衝動を抑えていって、三点戦争が一旦終わっていくってところに関しては、黒い衝動を抑えることができそうな方法っていうのをね、いくつか話しているわけなんですけど、それこそドラケンが来てくれるんじゃないのかとか、そういった話を今までしてきているわけなんですが、このドラケンが来れない、マイキーの黒い衝動を抑えられないっていう風になった場合、どうやってマイキーを抑えていくのか、三点戦争を終わらせていくのかって考えた時に、まあ、もちろんマイキーが全員を倒して、関東卍会とロクハラ短大とブラフマンが一つになってしまうっていう、そういった展開もあり得るかもしれないんですけど、そうなった場合って、もうどう考えてもこの物語が終わらないんですよね。今のマイキーっていうのは、今回千住が言っていたように、まがまがしい殺気を放っているわけなんですよ。つまりもう人を殺そうとしている状態なんですよね。だからこそサウスが死んでしまうっていうのもあるし、サウスをやった後にね、今回千住にお前が先に行くかっていうことを言っていたわけなので、もしかするとサウスをやった後に千住にその矛先が向かうって可能性もゼロではないんですよね。っていう風に考えてみたら、この三点戦争においてマイキーが勝利する、それってな、つまりマイキーがいろんな奴らを殺してしまうっていう風になってくるわけなので、そうなってきたらね、このブラフマンという竹道と一緒に行動してくれるかもしれないチームっていうのがなくなってしまうわけですよ。まあ、とは言ってもね、東京卍会があるやんっていう風になるかもしれないですけど、東京卍会のね、三谷とか千風とかが来たとしても、この完全に黒い衝動が出て暴走してしまってるマイキーを止めれるかって考えたら、止めれないわけですよ。だってもう12年前に東京卍会が解散した時点で、マイキー一人に対してね、ドラケンとかミツヤとかチフユとかペイアンとかが一気にかかっていってもボコボコにされてるわけですよ。っていう風に考えてみたら、この完全に暴走しちゃってるマイキーを東京卍会のメンバーが来たとしても止められないっていうのがあるんですよね。っていう風に考えてみたら、このマイキーが殺されるっていう可能性も視野に入れとかないといけないわけなんですよ。マイキーを止めるために誰かがマイキーを刺してしまうとか撃ってしまうみたいな、そういった展開は十分あり得るんですよね。まあ、もちろんマイキーに関してはね、無敵のマイキーっていう風には言われてますけど、無敵のマイキーだから死なないっていう風にはならないわけじゃないですか。それこそ未来でもね、ナオトが撃ったことによってマイキー死んでいるっていうのがあるので、死には抗えないわけなんですよ。っていう風に考えてみたら、誰かがマイキーを撃ってしまうっていう可能性も十分あり得るんですよね。
ね。それこそ六原短大の下っ端がドラケンを撃った時の拳銃っていうのをね、回収せずに帰っているわけなので、その拳銃を拾った誰かがマイキーを撃ってしまうっていう可能性もあり得るんですよね。っていう風になってくると、マイキーが死亡する可能性も出てくる。それによって三点戦争が終わるとか三点時代が終わるっていう可能性はあるんですけど、その状態で終わってしまったらやはりハッピーエンドではないんですよ。やはり最終章のタケミチの目的っていうのはマイキーを救うっていうところにあるので、マイキーを救ってみんなが笑顔になれる未来を作って終わるっていう風になってくるのが、やっぱりこの最終章の終わり方だと思うんですよね。っていう風になってきた時に、このマイキーがもし死亡したとしても、マイキーを救出するっていうそのタケミチの目的は終わらないはずなんですよ。っていう風に考えてみた時に、そこからどうしていくのかって考えたら、またさらに過去に戻るっていう必要があるんですよね。じゃあここで気になってくるのが、トリガーであるマイキーが死亡してしまった場合、どうやってタケミチがタイムリープをしていくのかっていうところなんですよね。ナオトに関してはすでにトリガーとしての役目を終えているっていうのがあって、最終章ではマイキーがトリガーっていう風になってるんですよね。っていう風に考えてみると、さらに過去に戻るためには新たなトリガー、3人目のトリガーっていうのが必要になってくるんですよ。じゃあこの3人目のトリガーが誰になってくるのかっていうところなんですけど、この3人目のトリガーについて考える前に、2008年の状態でマイキーが死亡してしまった場合、タケミチがどうなってしまうのかですよね。今のタケミチって未来から来ている状態のタケミチなので、過去でトリガーであるマイキーが死んでしまったとなれば、未来に戻れなくなるのか、トリガーを失った時点で勝手に未来に戻るっていう風になるのかっていう、そこがちょっと気になるところではあるんですよね。ナオトの時のことを考えてみると、未来でナオトが撃たれた、そして死ぬ前にタケミチをタイムリープさせたっていう、あの時のことを考えてみると、過去にタケミチは戻ったけど過去から未来に戻れなくなったっていうのがあったので、マイキーが2008年で死亡してしまった場合、タケミチは2008年に留まってしまうっていう風に考えるのがそれっぽいんですよね。っていう風に考えてみると、この2008年の状態でタケミチが再び3人目のトリガーとなる人物と出会う必要があるんですよね。じゃあこの3人目のトリガーが一体誰になるのかって考えた時に、そのトリガーに関しては僕が最近ね、一番可能性として感じているのがアカシなんですよ。このアカシに関しても最近トリガーになるんじゃないのかって話をしているわけなんですけど、ここで一つ気になるのは、今のタケミチっていうのは一旦10年前にタイムリープをしている状態。ここでもしアカシがトリガーとなった場合、未来に行くのか過去に行くのかっていうところなんですよね。やっぱりマイキーが死んでしまったとなってマイキーを救うのであれば、さらに過去に戻るっていう必要があるので、2008年からさらに昔に戻らないといけないっていう風になってくるんですけど、そのタイムリープの状態からさらにタイムリープっていう、そういった2段階タイムリープみたいなのができるのかっていうところも、一つとして気になってくるところではあるんですが、これに関しては実はできるんじゃないのかっていうふうに思ったりするんですよね。そもそもこのタイムリーパーとトリガーっていうところで、マイキーが最終章でトリガーにはなってるんですが、マイキーとタケミチっていうのは今まですでに握手しているシーンっていうのがあったわけですよ。でもその時に関しては特にタイムリープとかしなかったっていうのがあるので、もしかするとトリガーっていうのは誰か一人がいる場合、他の人物がトリガーになるっていうことはないんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。そう考えてみると、今までの展開でマイキーとタケミチが手を繋いだけど、その時タイムリープしなかったっていう理由にも繋がってくるんですよね。その時はナオトがトリガーだったからこそ、最終章でトリガーとなったマイキーとその時握手をしてもタイムリープしなかったっていう風に考えることができるんですよね。そう考えてみた場合、もし3人目のトリガーが出てくるのであれば、その時ってマイキーがトリガーとしての役目を終える、もしくはマイキーが死亡するっていう状態にならないと、この3人目のトリガーっていうものは出来上がらないと思うんですよね。ってなってくると、マイキーがトリガーとしての役目を終えるっていうのは、そもそもね、この2008年に帰ってきたっていうので、2008年の時点でマイキーが何か変えたいものがあるっていう風に考えるのがそれっぽいわけなんですけど、一体何を変えたいのかっていうのがまだ明かされていないんですよね。っていうので、まあそれが明かされて、それを変えた後にトリガーの役目を終えるっていう風に考えることもできるんですけど、そこに関しては描かれない可能性がありそうなんですよね。
まあ、この2008年になぜマイキーが帰りたかったのかっていうところは明かされずに、まあ、三点戦争とかそういう三点時代を描くために2008年に戻りましたっていう、それだけな可能性があるので、このマイキーの死亡っていうところですよね。マイキーが死亡することによって二人目のトリガーであるマイキーがいなくなった。そして竹道がさらに過去に戻ってマイキーを救出しないといけないっていうところで三人目のトリガーの登場ですよね。でそれが明石なのではないのかっていうところで、なぜ明石がトリガーになるのか、そしてなぜ明石がトリガーになることによってマイキーだったりドラケンだったりバジエマだったりがみんな笑って暮らせる幸せな未来ができるのかって考えた時に、これに関しては千住が死亡してしまった場合の方が可能性として高くなってくるわけなんですけど、まあこの死亡してしまうとは言っても、最初に言ったみたいにマイキーと千住がここで死亡した場合でも明石がトリガーになるのであれば、マイキーと千住は再び復活するっていうふうになってくるわけなんですが、明石って今ね自分の過去について思い出したっていうので、千住のことが大事、そして若とか弁慶千住っていうこの3人に全てに尽くすっていうことを誓っていた。でブラフマンの方向性を間違えちゃったっていうところでいろいろと後悔をしているわけですよっていうのがあって、今まさに明石っていうのは自分の今までの人生に食いている状態なんですよね。そう考えてみると、今後明石は千住若弁慶にちゃんと全てを尽くしてブラフマンをしっかりと導いていくっていう、そっちに動いていこうとするとは思うんですけど、もしこのタイミングで千住が命を落としてしまうとかなれば、やっぱ明石はそこでもまた後悔するわけですよね。自分が今までこうやったから結局千住を失ってしまったとか、マイキーがね死んでしまうとなれば、明石はねマイキーを止めようとしていたわけですよね。竹道との会話の中で、志がないままマイキーが悪い大人になるのであれば俺たちがマイキーを潰すっていうことを言っていたので、一応マイキーのことも止めようとしていたわけですよ。でもそれすらできずにマイキーが死んでしまったとかなれば、明石はかなり後悔をするわけですよっていうになってくると、やっぱりその過去への後悔ですよね。何かを変えたい、昔に戻りたいっていう風に明石が思う可能性っていうのは十分あり得るので、そうなってくると明石がこのトリガーとなる条件を満たす可能性っていうのは十分あるんですよね。っていう風になってくると、戦場を失ったことによって落胆している明石ですよね。そのそばに竹道が寄って、もちろんマイキーが死亡している状態っていう風になってくるので、竹道も相当ねメンタル的にもやられている状態かもしれないですけど、竹道が明石に近づいて、明石さん大丈夫ですかみたいな感じで手を差し伸べた時に、明石が竹道の手を握ってタイムリープするみたいなね。でそれでタイムリープするとすれば、この明石がトリガーになるのではないのかっていう動画を出した時に言ったみたいに、新一郎くんが死んでしまったあの時期ですよね。あの時期に変えることによって新一郎くんの死っていうのをなんとか回避していくみたいな、そういった展開があれば、マイキーがこういった黒い衝動を表に出してくるっていうこともなくなるし、新一郎くんが死なない、そうなってきたらマイキーの心がついていかなかった根本っていうのもなくなるし、やっぱり新一郎くんが死ななければカズトロがああいった道に進んでいくっていうこともなくなるので、バルハラができてキサキに利用されてバジを刺してしまうっていうあれもなくなってくるわけですよね。っていう風に考えてみると、カズトラも救われる、バジも救われる、マイキーも救われる、そうなってきたらやっぱドラケンも生きてくるやろうし、エマも生きてくる、そしてマイキーが闇落ちをしないとなれば、元々の未来であったあの犯罪組織である東京卍会とかもなくなってくるわけなので、キサキがヒナとかナオトを殺してしまうっていうあれすらもなくなる可能性が出てくるので、今まで命を失ってしまった人物が一気に最後でみんなで笑っている幸せな未来が描かれるみたいな、そういった展開は十分あり得るんじゃないかなっていうふうに思うし、もう本当にハッピーエンドっていうふうに描くのであれば、そのぐらいのことがないと完全なハッピーエンドっていうふうには言えないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあそうなってくるとね、やっぱ関東事変でイザナが死ぬっていうこともなくなってくるとは思うので、そうなってきたら新一郎くんの夢ですよね、イザナとマイキーと一緒にバイク屋をするっていう、そういった夢も叶ってくるかもしれんし、新一郎くん、マイキー、イザナ、エマっていうね、この4人で笑って過ごす日常とかも描かれてくるっていう可能性もねありえるかもしれないので、ぜひその未来をね期待していきたいところではあるんですけど、ただ一つの懸念点としてあるのが、竹道があの新一郎くんが死んでしまう時期にタイムリープしたとしても、その時代の竹道が本当に止めれるのかっていうところなんですよ。そうなってくるとやはり重要になってくるのは明石側なんですよね。このトリガーの意思っていうのが未来から過去に変えるのかどうかっていうのがまだ定かではないので、マイキーに関してはね未来から帰ってきているような描写があるっていうのはあるんですが、ナオトに関しては全くそういった描写はないっていうのがあるんですよね。でまあ今回の生配信の中でね、今回のマイキーの
闇落ちっていうのが未来の意志が返ってきてるからこその闇落ちなんじゃないのかって話をしていたんですよね。未来ではドラケンはちゃんと生きていたのに、この2008年に戻ってみたらドラケンが死んでしまったっていうので、せっかくドラケンが笑って過ごせる未来を作っていたのに何殺してんねんっていうので余計闇落ちしてしまったっていう可能性があるんじゃないのかみたいな話もしていたので、未来の意志が過去に戻るって可能性は十分あり得るんですよね。っていう風に考えてみると、明石がトリガーとなってタイムリープしたことによって明石の意思もその時代に変えるのであれば、新一郎くんを救うために明石が動いてくれるっていう可能性もね、一つとしてはあるので、やはりここでも重要になってくるのがトリガー側の意思が過去に戻るのか戻らないのかっていうね、そこになってくる可能性はあるんですけど、この東京リベンジャーズのハッピーエンドっていうところを考えるのであれば、マイキーっていうのがこの2008年で一旦死亡してしまう。それによってマイキーとかドラケン、バジ、エマっていうのがみんな笑って過ごせる未来ができるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はマイキーは死亡してしまうのではないのかということについてお話をしました。ぜひね、これについて何か思うところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。